国鉄滝750経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍したタンク車である。本形式は、プロピオン産専用の30トン石タンク車として1964年9月30日に1ロット1両が三菱重工業にて製作された。 本形式の全長は 12,600mm で、あるがなぜか記号番号表記は、この特殊表記符号が全知され、小滝と表記する。本形式の他に、グロピオンさんを専用種別とする形式には、滝16,300系の位置形式が存在した。落成時の所有者は、大日本火星で、常備駅は山陽本線の大竹駅であった。 所有者の名称は1969年1月30日に、ダイセル、1980年1月、ダイセル化学工業と変更されている。また、常備駅は1974年6月に、新越本線の荒井駅へ移動している。タンク帯は、積み荷の腐食性が強いためステンレス構成であり、二役方式は、タンク上部の液入管からの上入れ、液出管と、 空気管使用による上出し方式で、駅出管と空気管は S 字管で、車体両側に伸びていた。車体色は銀、寸法関係は、全幅は 2547mm、全高は 3857mm、台車中心間距離は 8500mm、事業席は30.2立方メートル、時長は15.2トン、換算量数は 赤車4.5、空車1.6であり、台車はベッテンドルフ式の TR41C である。落成後は主に大竹駅、荒井駅間でプロピオン酸の輸送に使用された。1979年10月より化製品、分類番号、新年83が表記された。2007年10月に廃車となり、同時に形式消滅となった。ありがとうございます。